ブレイカーズを探してみようか。これかな、もしかして。ブレイカーズって爆裂人やから、名前的になんかそんな風に見えるますけど。あ、これや、いきなり当たった。これブレイカーズですね。やってみましょう。これも初めてやりますけど。これいいなぁ。めちゃ好みですね、これ女性。ポニーテールの女性が大好きなんで。あ、ちょっと技の出し方わかんないから適当ですけどね。お、ソニックブームみたい。ガイルの。お、やりやすいこれ。昇竜拳と言うたらソニックブームやもんな。見た感じ。あ、使いやすいわこれ。思ったより。おお、使いやすい。おお、超必殺技まで出てた。おお、これは使いやすい。勝ちポーズも可愛らしいですね。おお、技出やすいわ。危ね。おお、サイコクラッシャーみたい。これ強いわ。見た目もすげえ可愛いらしいしね。ティアって名前か。声も可愛らしいしな。めっちゃ使いやすいよこれ。危なかった、ちょっと。おお、何や今の攻撃。ああ、今出たけどな。爽快感あっていいですね、このゲーム。さっきのファイトフィーバーよりも。あー、やられた。やられた。分かった。油断大敵ねって言ってる。あ、同キャラや。ちょっと待ってください、すみません。はい、すいませんね。おお、出た出た。あー、でも当たらんかった。あー、負けた。あ、向こうセリーって名前なんや。じゃあ別のキャラなんやね。よく似てるけど。兄弟かな、兄弟か姉妹なのかな。これもう勝った。シェリーってな、同キャラと思ってたけど別のキャラなんやね。よく似てるから同じ技使うしね。
姉妹なのかな。声も同じですよね。あー抜けた。ちょっとキャラ変えてやってみようか。あ、違うな、同キャラじゃないな。主人公使ってみようか。これ主人公っぽいな。そうか、これ多分同キャラで名前変わるんでしょうね。痛恨の名前が多分ね。これ主人公ですね、多分。でもさっきの女性キャラの方が使いやすい気がする。あ、でも勝ったか。射殺が出やすいな、このゲームも。適当にやっても出るからね。射殺の出し方全然知らないんですけどね、初めてやるんで。説明書もないからね、必殺技の出し方わからないんですけど、それでも、なんとか戦えてるから。お、なんじゃこいつ。なんか変なやつ出てきた。アルシオン3。なんかオカマっぽい敵やなぁ。あ、負けた。整形ショア。おお。なんか今の攻撃、サムライスピリッツのなんか、誰かの攻撃に似てるな。勝った。負けた。身の程を知れ。なんかワンコインでやめるとか言いながらやってるな、結構俺。これ使ってみるか。リカ。リカじゃない。リラっていうのか。うわ、これ完全に、なんていうのかな。女子プロ系か。女子プロとなんかブランカが混じったようなキャラですね。ブランカっぽいところもあるし、ちょっと野生的な感じも見えるから。ブランカ2よりチャムチャムに近いかな、サムスピン出てくる。野生的ななんかキャラって感じですね。で、女子プロみたいなところも入ってるし、女子プロみたいな感じも見えるしね。これでもなかなか面白いですよ、このゲーム。思ったより気になりましたね、やっぱり。ファイトフィーバーよりこっちの方が絶対面白いな。負けた。強いな、こいつ。うわ、強え。やっぱ一番最初に使ったティアが一番使いやすい感じはするね。あ、負けた。あれが一番使いやすかったね。ちょっと待って、あと1キャラやらせてもらいますね。これちょっと使ってみたいですね。これちょっとね、気になるかい、キャラ。ダオロング。なんか中国人っぽいな。中国拳法っぽいですね。わかった。これテコンドーかな。テコンドーっぽいよな、なんか。
なんかキムカファンみたいな感じで。うわ、強え。化け物やね。お、今の負傷客みたい。お、勝った。お、倒せましたね。あ、出た、さっきのリラ。あ、やっぱ野生的なキャラなんよね。ジャングルやもんな。ジャングルっていうか。ブランカの女版って感じですね。うわ、超必殺技。うわ、強い。やっぱさっきのあの一番最初に使ったのが一番使いやすかったね。あれだ。あー、やられた。なるほど。はい、じゃあ次のゲームいきます。面白かったですね、このブレイカーズね。うん、これはいいよ、気に入った。